どうした？まあこっちお上がり。ええ、ありがとう。ちょっとお頼みがあって来ましたんですがな。うん、何じゃまた新たな。どういうお頼み？いいよ、他やないんですけどね、うちのカカが男の小せがれを製造しましてな。もうそんな変な口の聞き方をしなさん。男の小せがれを製造したんまあしかし赤さんを産みなさったんだから偉いおめでたい。ええ、で今日が初なのかに当たります。まあかわいそうに、とも知らんのや。すると何かいすぐに亡くなったんかい？誰がで？いや、その赤さん。うだうだいいな、なもし達者でし。けどお前初なのかって言うてるやん。ええ、生まれて初めての7日目じゃ、さかい初なのか。それ何を言うのじゃ。初なのかという言葉は言い言葉とした縁起のような言葉じゃな。同じことでも、生まれて初めての7日目なれば、それを引き屋と言いなさい。待て、頼まって。いくら私貧乏したって子供を引きに置かん。子供を引きに置けというのじゃない。6日目を6日だれ、7日目を引き屋とこういうのじゃ。ああ、さよか。知らんもんですさかいな。で、そこで縄をつけんならん。で、かかといろいろ相談しました。で、私かかに言います。なあ、こんなものは、ことのよう分かったお方につけてもらわんちゅうと、何しろあんた、この頃は、生命学とか、あるいはまた、名はその人の体を表すとか言うて難しいもんやってん。で、まあ、ことのよう分かったやつやったら、この横町のデコボコんとこ行ったら、あいつは何でも知ってけつから坂行くのでやってきたんで、なんかもし、めでたい名前つけとこならんか。おい、ちょっと待ち。そのデコボコっちゅうのは誰や。で、はあ、これは辛い。スローノーてバカ。何を言うのじゃ。あんた聞いてなはるか、聞いてなはるかってお前わしに言うてるねやないか。いえ、それ何もな、あんたに対して言うたわけやんわへんねん。で、私かかに言いますのはです、こんなものはことのようわかったお方様につけてもらわんといかんさかいに、で、まあこのお横町のおでこぼこさんのとこ。おでこぼこさんとはどう？まあお前のこっちやからわしは気には止めはせんが、どういう名前？何しろめでたい名前、避難受け合いの出世する保険付きという名前つけてもらいたんや。えらい難しいのやな。かわいいって知らんへん。お前でも子がかわいいかい？お前でも。もしお前でもとは何ですね。私かて乾物の長たる人間であったかいな。これ。口を聞くのなら塩梅よう言いなさい。乾物の長なんて。それも言おうなら万物の長や。万物かて物を食わなんだらしまい乾物や。そんなバカなことを言うな。余計なことを言う必要はない。よし、そんならつけてあげましょう。この文字から割り出すというと、ことぶき限りなしと書いて次元というのが誠にめでたいな。へへ、ですから何ちゅう名にしまんの。そやから次元という名はどうや？次元。ほほほほ、えらい面白いな。でやんな、南京虫の親類みたいな。もうへんか？まだある。五行というものはいつまで経っても擦り切れる試しがないからめでたいとした。そこで五行の擦り切れんというのはどうじゃ？五行の擦り切れんか。変な名やな。まだおますか？まだある。海の水、海の砂利というものはいつまで経っても尽きる試しがない。尽きぬことはめでたい。そこで貝やり水魚の水魚場というのはどうじゃ？ほいほい。まだありますか？まだある。雲の行く捨てに風の行く捨て、末がわからんことはめでたい。そこで雲大罰の風大罰というのはどうや？はい、まだありますかい？まだある。人間は飲み食いするところ、住まうところ、寝るところ、これが肝心じゃ。そこで食う寝るところに住むところというのはどうや？ほいほい。もうまへんか？まだある。正月の締め飾り、やぶこうじというものはなければならんものとしてや、めでたいもん。そこでやぶらこうじ、ぶらこうじや。あたよか。まだありますかい？まだある。パイポパイポパイポの修輪案、修輪案の偶輪台、偶輪台のポンポコピーのポンポコナーというのはどうじゃ？なんであんねん、もしそのポコポンポコポンポコちゅうの。なんのこってやんねん。これは訳を言わんとわからんな。諸星。パイポという国に修輪庵という王様があって、偶輪台というお妃があった。この中におでけ遊ばしたんがポンポコピー様にポンポコナー様という二人のひい様。
これがなかなか選ぶつであって長命をしたという、まことにめでたい名前やがな。へえ、それどこのこってやねん。これはもろこしよ。もろこしってどこじゃねん。もろこしというたら殻じゃ。あ、殻か。あら、そうか。なんちゅう顔すんの。もし殻のことやなしにジャパンの電話へんか。ジャパンのとはどう。まあ私なれば長く久しい命と書いて長久命、あるいは長く助けると書いて長助さんという名をつけたらええと思うがな。このうちどれか一つ寄ってつけたらどうじゃ。ちょっと待った。それ皆めでたいと言われると私迷うな。そのうちあんた一つ寄ってつけますで。先でひょっと小せがれが変なことがあってごらんなさいな。あこっちの方にしといたらこんな憂いはなかったになあってな、愚痴の出るもんですさかい、そいつ皆つけまよか。そんな長いの覚えるかいな。ええ、覚えます。覚えますから教えとくなる。ああよろしい、じゃあ教えてあげよう。ジュゲムジュゲムじゃ。なるほど、ジュゲムジュゲムと来やがったな。来やがったなとはどう。余計なことは言いこなしにしてもらう。ジュゲムジュゲムでよろしい。なるほど、ジュゲムジュゲム、五行の数理切れ、はあ、五行の数理切れ、カイゼルスイングの水行バーツ、カイゼルスイングの水行バーツ、運用バーツ、風来バーツ、どんぶりバーチ、ちょうずバーチか。これこれ、もうそんな無茶なことを言うたらいかん。どんぶりバチにちょうずバチってことがありますか。なんであんねん。運来バツの風来バーツじゃ。あ、さようか。運来バツの風来バーツ、食うねるところに住むところ、食うねるところに住むところ、ヤブラ工事、ブラ工事、ハン、油の工事、押し工事、こら、トライ市町の西側で、主は帯屋の長右衛門、こら、シスの帯屋か、信濃屋の、ここ、これ、これ、これ、もうそんな乱暴なことを言うたらいかん。なんでやねん、誰が油の工事と言いますか。ヤブラ工事、ブラ工事や、あ、さようか、ヤブラ工事、ブラ工事、パイポ、パイポ、こらえ、パイポ、パイポ、ちょっと待ち。そんなコラってなもんはいらんで、ちょっとケーキつけてにんやかせんな。もうそんなケーキなどはつけでもよろしい。パイポ、パイポでよろしい。さようか、な、パイポ、パイポ、パイポの修理岩、はあ、パイポの修理岩、修理岩の風鈴台、はあ、修理岩の風鈴台、一軒来なされ、長助さんこら、蛇の目のからかさ、3階でこら、やっとんとろっと、やっとと、ちょっと待ち、これ、踊るやつがあるかいな。こいつはええわ、もし、大体名前言うてて踊りとなってくるってのは、威勢がええわ。あ、これはめでたい、これに決めてもらいまよ。しかし、こんな長たらしいの、なかなか一編や二編で、とても覚えきれまへんさかいな。すんまへんけど、紙に書いとくならんか、うち書いてゆっくり稽古しますさかい。ははそうか。じゃあ、そうしてやんよ。さあ、ようわかるように、仮名で書いといた。え、おきなりがとう。結構です。えらいお邪魔しましたな。いずれまた、改めてお礼に上がりましょうってんな。根っからお会いとなって、さよなら。それ何を言うねん。うち帰りまして、おかみさんに話いたします。夫婦して一生懸命、暇に明かしてそいつを読んで覚えてしまった。ところがそのへんてこな長たらしい名前がこの子供の性に負うたと言いましょうか、虫け一つなく風一つしかず、無事に七八つまで成人いたしました。ところが近所の子供であんね、子供ちゅうのは器用なもんで、そいつをちゃんと覚えてしもって、朝早うに学校行きなど誘いに来てなはる。ジュゲムジュゲム、五行の数理切れ、カイザリ水魚の水魚バーツ、運用バーツ、風来バーツ、食うねるところに住むところ、ヤブラ工事、ブラ工事、パイポ、パイポ、パイポの修理が、修理がの風鈴台、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助はん学校へ。まあ、よう誘いに来とうくんなはった。まだ寝てまんねやで、起こしますさかい、ちょっと待って、とうくんなはれや。これ、ジュゲム、ジュゲム、五行のすり切れ、カイザリスニョの水魚バーツ、運用バーツ、風来バーツ、食うねるところに住むところ、ヤブラ工事、ブラ工事、パイポ、パイポ、パイポの修理が、修理岩の風鈴台、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助や、お連れが誘いに来てはりますぜ。早起きて学校へ行きなはれや。おばあちゃん、あたいもう一遍聞いてたらな、学校遅れてしまいますさかい、もう先行きますさ。
あんまり縄が長いさかいしまいに誰も誘い手がないようになってしまいよ。ところがこのこせがれが悪いの悪くないのってなかなか手にも足にも負えまへん。ある日のこと、自分より年上な友達をば竹でぶったとか叩いたとかで頭に大きなコブをこさえたちのでわーわー泣きながら言いつけに来た。おばちゃん、あんたとこのな、十ゲーム、五行の釣り切れ、海砂利水魚の水魚バーツ、運魚バーツ、風来バーツ、くねるところに住むところ、いや、裏工事、パイポ、パイポの修理岩のグーリン台、ポンポコピーのポンポコナーの、超救命の超付き犯がな、僕の頭叩いて、こんな大きなコブこさえたで。まあ何かとしたら、あのうちの十ゲーム、五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚バーツ、運用バーツ、風来バーツ、食うねるところに住むところ、やぶら工事、ぶら工事、パイポの修理岩のグーリン台、ポンポコピーのポンポコのあの超救命の超助があんたの頭叩いてコブこさえたって、まあすまんこと堪忍しとくんな、晴れや。あのな、ちょっとあんた、いねえな。あのうちの十ゲーム、五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚バツ、運用バツ、風来バツ、食うねるところに住むところ、やぶら工事、ぶら工事、パイポの修理岩の風鈴台、ポンポコピーのポンポコのあの超救命の超助が、この子の頭叩いてこぶこさえたって言いつけに来てますぜ。何？ほいたら何か、あのうちの十ゲーム、五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚バーツ、運用バーツ、風来バーツ、食うねるところに住むところ、やぶら工事、ぶら工事、パイポの修理岩の風鈴台、ポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助が、お前の頭叩いてこぶこさえたって、まあ、つまんな、堪忍しておくれ。さあ、おじさんが直したんよ。どれ、どこや、見せてごらん。どこ？嘘つけ、この子。こぶも何もないやないかい。おじさん、あったんやけどな、あんまり縄が長いさかい、こぶがへっこんでしもたんやがな。